Please select your character.2番兄弟の言ったか、歴表をばらし当たらなかったけど、すごく安いという展開が起きている。そして1番兄弟、元視線ノート、神ゲーのポインターポイント。あのゲームはね、俺が小学校の頃よくハマってたよ、本当に。後ろ投げできるやつすげえハマったわ。といつさあ、今作になって、強かったムーブができなくなった、この視線ノートも、しっかりオートガメされて、弱くなっております。キャーから、しっかりガードして、全部冗談。うまいぞ、晴れだぞ、綺麗だぞ、ミスったけど。さあ、走ってくるだけ、めくりジェシーも見えずに、ガードできないからこうなるんですよ。ジェシーから、上り、固め直し。タッチが暴れに引っかかって、危ない。さあ、小バス 4G が見えたが、今作弱いんですよ、それ。弱くなってるんですよ。武器はすぐ切れちゃうからね。さあ、画面端に追い詰めたけど、ゲージがたっぷりあると思ったら、あっさり死んでしまった。一本選手は、ミクンと。第2ラウンド。風投げ、リターン重視。めくりジェシーかな？アンコール締め。2A から固め直してアンコール締め。カメタシ 6C に 4D 合わせて、さあ中段からこっからコロッと死んじゃうと相手は死んのだと思ったらバークテルナも逃れる。 4D さあ立ちパターン見えたけど、さあこの実際に強いね J2B にはやっぱりあっさり負けてしまうと。ネクストアンコールから投げは見える。 JC 5番から暴れ返して投げる、抜ける。2D が当たって、中段見えない。バース回転仕切り直し。さあ、ちょっと落ち着いて、4D が当たってフェイタル。ダウン3のバックスティムか、なんだそれ。コンボは安いが、ダブルアップ。暴れ返されて、めくりジェシー見てから、バースト。オーバードライブにしたかったのかな、ちょっともったいないところ。2D からはガキャン。さあ、2D 見えたけど、フェンリル当たっちゃって、HP がドット。うわあ、これが四天王の力だ。油断すると普通に死ぬんでね。あと今作ノエルの集中技がまあ軒並み強化されてるんで、甘く見てると死んでしまうと。この JC ねすっごい下に時間が長くなったんで、まあいっかよくねえか。ネクサンコール締め。5番から固め直して 6A 暴れてるし、6C 繋がんなかったか。画面8継続。猫1、タチリ、6C、ネクサン、アンコール締め。5番から、6A 暴れて、6C 入んないけど、J2B から固め直して、暴れ落ちて、6C、4D にバースを。さあ、ゲージはあるから、まだ何起こすか分かんないぞ。4D 引っかかって、ワンコンボ。当たると、画面8、追い詰めて、エリアルまで持っていく。スタンダー締め、6A から、グー投げ、ワンチャンあるぜ。ガキャン、ゲージがたっぷり。さあ、対空読みだったけど、お疲れ様でした。よいしょ。勝ったのはミー君と、おめでとうございます。あ、2番決定終わった。まあね、身内なんでね、こう、煽れるのがすごく気持ちいいね。怒ったらもう、ごめんなさいって俺土下座するだけなんで。さあ 2D 見えたか、海賊ダッシュコパンから攻めて、昇竜持ちでもこのタオカのスティックなら怖くねえ、怖くねえ、ビビらずに攻めていく。よし見してめくっとる、めくってよしいいから JB よくある当たり方だが、エリアル持っていけない。とりあえずヘルパン 6A 画面見てるのか置いといたのかよくわかんねえけど、引っかかって対空ずらしのベリーレッジにかかっちゃって、画面端インフェルノ2段目が当たる。あるある、ボタンがあるってバースト。さあ何が起こるかわからないぞ。ベリスタ四天王の名前は伊達じゃないことをこれ示してほしい。
落ち着いてからの表へ、あっちこっち向いたか、しっかり対応してるのか、このゲーム。タオカが裏に向くからね、裏ガード使用するんだけどね、しっかりまたタオカ向いてくれるんで、あれ当たるんだ、あの精神。ポリピン見てるか。もうそのチームは終わってしまったか。さあ、6B6 位かな。エリアル持ってって、まあ、本当に安くなったよね、ラグナ君。で、猫さん、エリアル持っていく。めくりコンボ、イケメン。プレイヤーもイケメンですね。コンボもイケメン。6C、4D、6C、猫さん。2チリーから、パチパチ2回、5チリーの、4チリーしながら 2B。4D、オーバードライブ。2チリー、6チリー、2匹、2匹、ギリギリナイブ。さあ、オーバードライブ、なんとかなんとかで、減るんじゃないのか、死んだ。ダメージ4600である。勝ったのは、ミー君チーム。おめでとうございます。ポイントアップポイント。おめでとうございます。それじゃあ、一番強い方呼び出ししていきますよ。ここのチームは、ウマタムとオスバンマンのチーム。前方はレオパルドンのバルケンとオスバンマンのテイガー。さっきウマタムはね、なんか、テイガー無理だよってずっと言ってたんで、なんか何かが起こるんじゃないでしょうか。見ていきましょう。一覧の目。ワンワンから先に噛みついていくのはレオパルドンのバルケン。ぶっ飛ばして画面端。狼Cカウンターここでバーストを吐いていく。惜しい。早くうまかったか。はい、一旦落ち着いて防止タイプで追っ払って、はい、いつものコンボ一回離れて、アスパークもね警戒しつつ、赤線ついて、赤線ついちゃったからちょっと気まずいが、まあ関係ないか。あ、クラレからワンコン、もうちょっとヒヤッとしたけど、うまくアドリブ吹っ飛ばして 6C、 3C、 なんかミスってる。まあとりあえず1ラの選手はウマバルケン。さあ2ラの目、同じ展開をやっていきたいバルケン。オカミ JC で崩して、ロッキー拾い。先端だったけど。さあ、スカシクラン。これはね、反応しにくい。あ、冗談なんだ。じゃあ、スカシ冗談か。まあ、間違いないね。なんか、グリッケ入力して普通に当たっちゃうからね。あ、うまく。下をくぐって抜けていく。60秒切って、ここで1回触る。あっと、ちょっとビクッとしたけど、さあまたターンを取って逃げていく。これがテイガー戦の基本。ここでラーメンスパーク噛み合うが、デンジャー切れてて、そのまま見つして美味しい展開。 ABDC で落として離れて、磁力もない。これは気まずいぞ。どうするんだ。時間もないし、潤沢にあるのはゲージだけ。どうするんだ。さあ、バーストのたまりが怪しいか。ワンチャンオーバードライブにかける作戦なのか。ここでバースト吐いて、さあゴミ掃除のごとく崩して、ここでバースト。さあ意味がないぞ。そのまま勝利。ウマバルケンの前方戦の勝利ですね。なんで、うん、
なるほど。あ、見ていきましょう。こちらのため早速触ったのはルーマバルケン。バックステ読んでしっかりと追っかけていく。さあグスタフめくり JB を狼で避ける。今の立ち回りはうまい。さあ西の硬直に刺してしゃがみくらい美味しいです。削ってグスタフ追っかける。マイスレイをかける。さあ弱点踏んづけてグスタフでもう一回かけて正しいダーシアンで、うわーダーシエが最強だったあーブラックホーク離しちゃって何も起きなかった。ピンシーシマルツピンシーうーんと3人です。さあ追っかけるのか逃げるのか。体力5分どっちもなんか当たったら死にますよ。ここはウマバルケンが粘る。日本選手2ラウンド目 2C カウンター。ムエタイキックカウンター。上から、あー上です。ブローラーで追っ返したけどブーメランされて崩れてしまう。ここはバーストでフォロー。あー上から行くとガブッとされてタックルはなんか怪しい当たり方接触判定も消えてしまう。まるでスレギアのようだ。直進ね裏からタッチへで殴る。裏おっと今度はタッチで抑える。上届かず 6C 強引に行く。バックスに引っかかったがドスドスドスポイント。裏からロクシーなんか出た、なんか出た。アストラルが漏れた。おうウーマチームの勝利。赤ペン先生ウーマチームの勝ちだよ。失われること貴様は学んだ方がいいな。 Please select your character。ダルベ武藤チーム、ダルベ君とあと武藤君のチーム。あ、100円、はい100円。あ、武藤君どこ。武藤君じゃない、武藤君どこ、武藤くんどこ。はい、あれ武藤くん。サルベージチーム、サルベージと武藤狭間、武藤狭間どこどこ。武藤くんどこよやっと気づいた。100円、100円。なしチームと、武藤チーム。今払いましたよ。もう止められない。レボー2アクション。決しよ、来なさい。特に100円払った、はい、じゃあ3番兄弟で始めちゃってね。さてじゃあ2番はどこ。やらない。じゃあ実況をとりあえず見ていく。おっとこれは最終ラウンド、見ないうちに最終ラウンドで第1テイクある。
一通で抑える。ああ、手が結構ゲロ吐くけど、6C で距離離れないからね。ああ、前ジャンプ噛み合わせれば、チャンスいくらでもあるんじゃないでしょうか。ああ、スパークカウンター、これは思わずバースト。チュン、打ってきて、上から踏んできて、ロケ届かず。ああ、2D で寄る。昇竜ガードから、投げて、ガジェットして、立ち上から、投石に。これはうまい。それで抑えた。はい、1通で抑えて、赤土シュン落として、コパンで拾い直し。逃げる。棒投げて、スレッジで寄っていく。おっと、なんか漏れた。なんか HACT、さっきからなんか漏らしているのか。リガマ、ガードされて。時間もないが、ここでジネを噛み合わせる。だったのは、うまみ手が、これ先方先方戦先方、なるほど。あの、おみおくん、今作からね、あまねにキャラ返して、成績が結構、いい感じ使ってるね。ちょいと遊んでいかない。さあ、今日も、のみおワールド見せてくれるのか、見ていきましょう。開幕は、スレッジによる。マフラー投げて、カウンターしちゃって、もっと大声が来ている。ハリケーンガードからコーマまで、レベル3。さあ、一気に元気が出てきた。さあ、ローズも真っ青だろう。スパイラルでゴリゴリ削って、もう体力がないぞ。ゴリゴリ削って、ゴリゴリ削って、ライフバイスグリーンです。一覧の選手は、ノミオのアマネ。二ラウンド目、今度は上から噛み合って、ミステルカウンターだが立ち、ここでバースト、ハリケーンガード。しか、コマ、おっと、これは、あ、これ弾なんだ。なるほど。スパイラルスパイラルから、レベル3、早速元気になっていく。さあ、元気だ。ドリルが元気だ。どうするんだ。あ、このドリルはね、削りがすごいから、バリアとかね、うまく使わないと大変なことになっちゃいますよ。ドリル祭り。あ、今のはね、どうなんですかね。わっかんねえ。ロカ純正。アマネが僕の牽制長いってやるけど、頭も僕もできるなって、うんみたいな、よくわかんないです。まあ見ていきましょう。おっとコマ、これはガードしちゃって、激変。神合わせおじさんから。うまく走っと。ドリル、スパイラル。さあ、これはドリル祭りフラグが立っているのか。ジャンプ、噛み合わせてからの 6C 拾い。あまねでした。終わり。あ、まあね、6C 挟んじゃうと距離離れちゃうから、ちょっとコンボしにくくなる感はありますね。飲みますから。上、ここでバースト、ちょっと早いんじゃないか。ちょ、2連続落として。コパン暴れ。あー、コマ暴れ。レベル3激連。先ほどからこれが耐える。三振、いいレース戦後から投げる。ジャイオくん。さあ、ここは安定を取ったが、4D 当たらず、ごまかして。あー、ここは、あー、うわー。ラウンド取り返す、レタスハーサマ。
JB カウンターから先手を取ったのはレタスパトマン。あ、追っかけるが、ここはうまくさばいて逃げていく。再び JB、 上から今度はあまりが上からハリケーン、手前をガードしちゃって駒まで激変。3回目ですよ。5番5番ロボ、ここは6円しっかり置いてある。スパイラルから攻め消しちゃったけど噛み合わせ。あ、なんだ、見ないうちにジャイプ当たってるぞ。あ、しっかりジャコウまで。ここはレタスパトマンが粘りの勝利。はい、次あら、男性のことですか。その服の下はどうなっているんですかね。見せてくださいよ。助かった。 Thank you.